脅迫？なぜ飯島さんにそんなことが。20代前半ながらも妖艶な色気を漂わせ、視聴者たちはもちろん同業者たちまで魅了していた飯島愛。それなのに、早く救急車を呼ばないと。2008年12月24日飯島愛、まさかの急逝。あのスターだった飯島をここまで追い詰めたこととは一体何なのか。復讐ですか？ええ、もちろん推測には過ぎませんがね。ただ僕は彼女が出演していた打ち来るの元番組スタッフから聞いたんです。実は彼女、芸能界に非常に結びつきのある超巨大組織から引退しろと脅迫されていたと。何でも自分を慕う女性タレントたちが芸能界の権力者たちに食い物にされていると知って強く抗議していたみたいなんです。ただそれが上の逆鱗に触れてしまって。